水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができるんだよな。ええ、30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高いでしょうね。どうする、ロイド、もう水上バスに乗ってミシュラムへ行ってしまう。そうだな。よし、それじゃあ水上バスを待とう。今さらながら浮いた格好な気がしてきたけど。それもそうね、フォーマルな格好で行った方が良かったかしら。まあパーティーに乗り込めると決まったわけじゃねえしな。テーマパーク目当ての観光客に紛れていいんじゃねえか。それでも私はやや浮いているかと思いますが、いっそミッシーのパジャマでも着ていけばよかったでしょうか。いや、さすがに目立ちすぎだろ。いくらテーマパークのマスコットキャラでもね。こっちでいいのかね。観光客？ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。よー、彼氏たち、ちょいと尋ねたいんだけど構わないか。ええ、いいですよ。観光客の方みたいですけど道に迷いましたか。ああ、この街ちょっと広すぎるんだよな。そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちでいいのか。なあ、こっちでいいですよ。俺たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんだよ。お、ビンゴだったか。そんじゃ俺も並ばせてもらおうかね。あった、名乗り忘れてたな。俺の名前はレクター、レクター・アランドールだ。エレボニアの帝都からさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアの帝都、帝国の方だったんですか。へえ、それにしちゃなかなか活かした格好してんな。サングラスなんざかけてもろにバカンス仕様じゃねえか。おお、クロスベルっていや最近リゾートでも有名だからな。豪にいれば豪に従え、これでも気合入れてきたんだぜ。気合を入れる方向が間違っている気もしますが、やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか。テーマパーク？
なんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか。ええ、まあ俺も行ったことないですけど。もともと保養地でしたけれど、最近ではそちらの方が有名ですね。へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。代理として出席？あ、来たみたいだな。なかなか生かす船ではないか。早速俺様は甲板席の最前列をゲットさせてもらおう。すんじゃお先にな。なんだかランディをさらにチャランポランにしたような人だったわね。どういう意味だっつーの。俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど。ま、同じ遊び人でも全然違うタイプかもな。ランディみたいに夜遊びとナンパが趣味っていうより妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。あら、奇遇ね。あなたは？おお、キリカさんじゃないっすか。おとといはどうも。ここにいるということはあなたたちもミシュラム？ええ、キリカさんもですか。仕事半分観光半分ね。それより今の派手な格好をした子はあなたたちのお友達かしら。いえ、先ほど知り合ったばかりです。何でもエレボニアの帝都から観光に来たみたいですけど。帝都から？なるほどね。ひょっとしてお知り合いですか。ええ、ユニークそうなオーラをまとっていたから職業柄気になっただけよ。それではお先に。あなたたちも早く乗りなさい。いやー、相変わらずクールで素敵だぜ。仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね。出航するみたいですね。ああ、俺たちも乗ろう。水上バスか。初めて乗ったけど結構豪華な内装だな。バスと違って IBC が全面的に運営しているから乗船料も基本的にタダだしね。どっ腹ですねそれは。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできねえけどな。到着まで20分くらい。
適当にのんびりするとしようぜ。ミシュラム、なかなか興味深い場所ね。もう少し時間があったらテーマパークにも寄りたいのだけど。テーマパークに用があるんじゃないんですか？ええ、野暮用があってね。まあクロスベルに来るのはこれで最後ではないでしょうし、またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえばアルカンシェルの新作はどうだったっすか？確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランスですか？脚本、演出、衣装、音楽、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス、どれも極めて質は高いけれど、他の名だたる劇場と比較してもずば抜けているほどではないわ。でもイリア・プラティエ、彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど、生命の誕生、まさに奇跡かもしれませんね。いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については奇跡の立役者はもう一人いるわ。月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ、死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みを押し上げている。リーシャか？死の気配ですか？あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして生と死、彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的な気をまとっているわ。まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。陰陽対極、確か東方武術で使われてる概念でしたっけ？別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。そしてそれを導いたのがクロスベルという都市が持っている場の特異性、そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場、難しい話ですけど、なんとなくわかるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に関わっているところがある。そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。では共和国での公演は白紙に戻すつもりとか？いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングが口説く鍵になるでしょうね。なるほど、すごいっすね、そこまで考えてるなんて。これでもプロだから。自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段を考える。どのような仕事であれ、それがプロの流儀というものよ。プロの流儀、なるほど、勉強になります。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわね。
僕らの前には楽園が待っている。さて踊って波打ち際に走り出そう。白いボートであの島目指そう。魅惑の日焼け跡、パラソルヤシの木かき氷、君がいる場所、そこが僕の楽園。なんかめちゃめちゃ満喫してますね。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。おう、青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。意味不明なんですが、レクターさんはミシュラムにどういった要件で？テーマパーク目当てではないみたいですけど。ああ、さっきも言ったように代理として来ただけなんだよな。食えない中年親父の代わりなんだけどよ。食えない中年親父？名前くらいは知ってるんじゃないか。ギリアス・オズボンっていう食えない親父なんだが。やっぱ知ってるか。あの親父、押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざして、バラの似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつ。エレボニア帝国最初、ギリアス・オズボン、通称鉄血最初ですね。まさか帝国政府の方だったんですか？俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンっておっさんがいるだろう。去年そいつとギリアスのおっさんが極秘裏に、と言ってもバレバレだけど、会談してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけだ。いやー、宮遣いは大変だぜ。そうだったんですか。で、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか？いいんじゃない。どうせあんたらここで死ぬんだし。てめえ、今この水上バスに俺の部下が何人くらい乗り込んでると思う？多分片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。何の目的で？罠ですか？いやー、いい反応だ。こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか？いやー、なんつうか、クロスベルに来るまでの間、列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけどな。そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか？真に迫っていたのでついつられてしまいました。あまりに反応がいいんで、オークションの潜入調査に来た警察の人間かと思ったが、さすがにそんなスパイ小説みたいな話はそうそう転がってねえよな。そんなわけないじゃないですか。で、それじゃ、それではあなたも例のオークションに？ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が鉄血最小の代理ってな、なしね。俺はただ帝国貴族のボンボン息子、都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけど、その格好といい帝国貴族の若さまには見えねえな。おいおい、失礼なやつだな。お嬢さんたちはともかく、あんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。違いねえ。ですが、私たちも一応招待カードを持っています。改めて会場で顔を合わせることもあるかもしれませんね。ま
あんたら面白いし、そん時は声でもかけてくれ。親父どもの相手をするのにうんざりしてそうだしな。わかりました。それでは今夜、機会があったら会場で。おう、よろしく。当水上バスは間もなくミシュラムに到着いたします。どなた様もお忘れ物のないようお気をつけてお降りになってください。ここがミシュランか。なんていうか、想像以上にゴージャスそうな場所だな。もともと高級保養地だったところに IBC がリゾート開発を着手、ホテルとテーマパークができたのは2年ほど前らしいですね。ええ、以来アルカンシェルと並んで観光地としての目玉になっているわね。正面にあるのはホテルで、1階がアーケードになっているわ。レストラン、ブティック、宝飾店なんかが入っているわね。どこもバカ高で庶民には入りにくいけどな。俺も前にデートでテーマパークとレストランを利用したくらいなんだが。それでこれからどうすんだ？そうだな、まずはオークション会場の周辺の様子を確かめてみよう。ハルトマン議長邸だったな。ええ、アーケードを左に抜けた先に別荘が並ぶリゾート区画があるの。議長邸はその奥だったはずよ。わかった。それ以外にも行ける場所には行ってみよう。あのレクターって人みたいにオークションの招待客にも出くわすかもしれないですね。そういえばあの人、ずいぶん怪しい言動だったけど、本当に帝国貴族なのかしら。さてな、鉄血最小の代理って話と同じく単なる不可視かもしれねえが。ただああいう怪しい人間も招待客として呼ばれているらしい。シュバルツオークション、やはり一筋縄じゃいかなさそうだ。